過去のどの対戦ゲームでも良いので、これは面白いという対戦の組み合わせを教えてください。できればその理由も聞きたいです。なるほど。なるほど。えーと、じゃあ、スト 2X から、えー、竜対ガイル。ですよね。てかね、ガイル絡み多いんですよ。ガイル DJ、ガイルベガ。まあ、そこら辺は面白いです。あとは、えー、ケン検査ガット。スト 2X の検査ガットも面白いですね。 ケンブランカとかもいいですね。あとは、03、竜同キャラ、竜ナッシュ。あ、これちなみに Z ね。あー、まあ、竜同キャラ V でもいいんだけど、竜同キャラはエイズム関係ありません。ナッシュの Z 同キャラ。あたりもいいですね。えー、カプエス2のエヌグルは結構どの組み合わせも対戦が面白いです。エヌグル対決は面白いです。 エヌグル対決めちゃめちゃ面白いですね。エヌグルはあんま強くなかったんですけど、エヌグル対決は、えー、すごく面白いです。あとは、スト3のユンケン好きですね。スト3サードのユン体剣は好きです。スト4のリュウサガット、いいと思います。リュウリュウも面白いですよ。リュウサガットは、えっ、ー、と、AE2012 以降のリュウサガット、面白いですね。 あとは、えぇ、ー、竜目線でいくと竜同キャラ、竜剣、竜合器、竜殺意。あの辺は面白いかなうん。竜対ユンも、ま、嫌いじゃないです。これ竜目線ね。完全竜目線で。はい。あとは、えフストブでいうと、なんだろうなガイル目線でいうと、もう結構シーズンいろいろ過ぎちゃったんであれなんだけど。 今のガイル目線で言うと、うん、なんでしょうね。ま、ゆりやん戦は好きですね。ゆりアん戦と、まあ、ん、あと何がいるかな、今な。ゆりやん。ユリアン,リアンあとコーリンも面白いかな。こう、ゆりやん、コーリン。うーん、まあ、てか、玉抜けがない組み合わせだよね。結局。玉抜けがなくて、そこそこ強いキャラ。 他の対戦はガイルは楽しいと思います。他何がいたかルークとかも結構面白い方なのかな多分なう。うん。今日どうして朝から配信なんですか夜配信なしな感じでしょうか結構長くやるけど、深夜まではやんないかな。たこの時間からやってるからね。 格闘ゲームのどの曲ああ、お言ったね。あ、ごめんごめん。できればその理由ってのがあったね。理由を言ってなかったね。えっと、原則として、俺が面白いと思う組み合わせっていうのは、えー、あ、そうだ。あのー、ほら。えっと、こないだのさ、龍の質問があったじゃないてか、あの龍の質問、結果、いークから、 考えると、いろんなことで、例として使えるから、まあ、結果としてすげえいい質問だったなと思うんだけど、例えばですよ、えっ、ー、と、龍って、じゃあ、その波動拳打てない組み合わせになった時に、そこそこ強い通常だと、効果力と高体力で頑張ってくださいっていうキャラになるよねっていう説明して、 で、えー、飛び道、えっ、ー、と、通常技は相手の方がリーチが長いから、飛び道具と効果力と効体力で頑張ってねっていう組み合わせになりますよとか、っていう話をしたと思うんだけど、これって、えっ、ー、と、まあ、だから龍って結局なんか一個武器をもぎ取られた状態で戦わなきゃいけないから、実際はそんなに強くないよねっていう話をしたと思うんだけど、えっ、ー、と、面白い面白くないっていう話で言うと、まさにこれが俺は影響してると思ってて、あの、 使える武器が減るって単純につまんないんですよ。単純につまんなくなるんですよ。例えば龍で言うと、通常技があんまり触れないっていうのは、もうこれだけでちょっと面白くないわけ。縛りだから。できること減ってるから。まあその逆もしっかりで、逆っていうか、えー、飛び道具があんまり使えません。うん。通常技はまあまあ触れますけど、飛び道具は使えません。これもちょっと面白さ半減してんだよね。だから俺が考えるいい組み合わせ、いい面白い組み合わせっていうのは、 お互いのキャラが一切相手を縛ることなく戦うっていうのが、まあ一切縛ることないってのはおかしいんだけど、あ,あんまりお互いの良さを消し合わないで戦い合うっていうのが面白い組み合わせ。竜対ガエルはガエルのソニックもバンバン打てるし、ガエルの守りの硬さもちゃんと出る。で、上で竜の波動拳の、波動拳っていうものだったりとか、真空のものだったりとか、通常だったりとかっていう全部の技を駆使して戦えるから、いい組み合わせ。 スト4の竜差カットもそう。お互い弾を打てるけど、うん。かといって、なんかお互い弾を縛り合わないっていうか。うん。で、通常技もそこそこ大事みたいな。そう。だから、いい組み合わせっていうのは、お互いのいいところがちゃんと出る組み合わせ。うん。だと、俺は思ってる。それは面白い組み合わせ。相手の良さを、なんか、その、殺し合っちゃうっていうのはあんまり面白くない。で、これでう、例えばじゃあ、ザンゲフをずっと遠距離で、 遠距離、遠距離、遠距離、遠距離ってやるのは、じゃあザンギエフ側にとって良くない組み合わせなのかっていうと、これは違うんだよね。ザンギエフっていうのは、き近距離がめちゃめちゃ強いキャラだから、遠距離で苦労するっていうのは、ザンギエフっていうキャラクターの醍醐味損なってないのよ。でもしザンギエフっていうキャラクターの醍醐味を損なうことがあるとすれば、近距離の択が全然通らない。これがザンギ使いにとって一番つまんないことなのよ。だから、例えばダルシムが遠距離でザンギをいっぱい攻撃してますと。 でも、近寄るたきに、マジで悲惨みたいな。マジできついみたいな状況になるんだったら、それはいい組み合わせやって言える。っていうこと。ですね。うん。ちょっとトイレ行ってみますねよし、すいません。え、梅原さん、こんにちは。え、2012年に梅原さんが貸し付ける資力を出版してから、10年が経ちました。え、もう10年 もう10年かはぁ <laughs> 今田さんは新しい本を出すことにあまり乗り気ではないと思いますが、勝ち続ける意志力を出してから10年も経過していますので、考え方の変化やスマホなどの普及による正常ですかの捉え方などさまざまな点が当時とは変わっているのではないでしょうか。あのさ、大変低いと思いますが、一ファンとして、新 勝ち続ける主力の出版を期待していますと。<laughs> うん、なるほどね。いやー。なるほど。まあ、そう言っていただけるのはですね、大変ありがたいんですけど、やっぱり、勝ち続ける主力の、まあ、人気だったじゃないですか。売れたじゃないですか。 で、やっぱね、一番なんで売れたのかっつったら、あの、人生の部分な気がしてんのね。その、勝つための方法論ではなくて、こういう経緯を経て、えー、プロになったっていう、そこなんじゃないかと思ってて、俺は。そうだから、あれはやっぱ一冊目にしか出せないんですよ。あの、なんていうか、その、価値っていうか。 だからね、出したとしてもね、知れてるなって思います、正直。うん。多分ね、そう、電気というかね、自伝的なでもう、うーん、まあなんか、面白いじゃん。<laughs> 自分で言うのもあれだけど、面白いじゃん。こう、なんていうか。だって、例えばこれでさ、えっと、ゲーム、プロゲーマーが、もう俺が物の心ついた頃にあって、それを目指してたんだけど、一回挫折して、で、もう一回目指して、うまくいきました、 っていうのでも、まあまあ、それでもストーリーにはなるんだけど、えっと、うん、実際はそうじゃなくて、何にもねえとい。いけどもいけども砂漠ですと。どこにオアシスがあるかもわかんないし、オアシスがあったところでまたその先には砂漠があるというところをなぜかひたすら、西へ、西へってまあ東でもいいんですけど、向かった人の話じゃない。10代前半から20代ぐらいまでは。まあ道中で、 いいこともあったのかもしれないけど、でも、社会的には知れてますよね。で、さすがにもうダメだーっつって、普通の世界に戻ってっていうのが、多分、なんていうか、こう、まあ、砂漠っていう言い方はちょっと良くないな、ね。もうちょっと、例えると、掘ってたってことかな。えい、えいっつって、こう、ひたすら掘ってた。地面、なんか出んじゃねえか、なんか出んじゃねえかって掘ってたけど、やっぱダメだ、これは出ねえやっつって。でも、なんか俺は当たりつけてた。なんかここ掘ったら出んじゃねえのって。で、その時はもう、一人になっても掘ってた。えい でもみんな「やっぱ出ねえよここ何も出ねえよ」っつって「やっぱ出ねえか」っつってで俺も掘るのやめたんだけどうんそこがなんかしばらくしたらなんかやっぱりあそこ掘ったらなんか出るかもよってなって掘ったらやなんかこうまあ温泉が出たでもいいしまあ石油が出たでもいいんだけどうんなんかそういうなんつうんだろうなうん何の保証もないのに掘り続けてたっていうところが面白いんじゃないのかなと思うんだよね。 話としては。なんでそんなことしたのってなん <laughs> でそんなことしたのって。なんでそんな10代送っちゃったのっていう。そこが面白みだと思うから、やっぱり、続編はもう面白くないんじゃねえかなと思っちゃうな。うん